ハワイ州知事主催による歓迎昼食会がホノルルのダウンタウンにあるワシントンプレイスで行われました。リリオカラニ女王が晩年を過ごした白亜の邸宅には女王ゆかりの家具調度類が飾られ、当時の様子を垣間見ることができます。オープンエアのテラスで催された昼食会はイゲ知事の挨拶でスタート。The Honolulu Festival continues to be a special event for the state of Hawaii as it highlights Hawaii's cultural diversity. This year's theme is Cultural Harmony, Journey to Peace. It's a theme that promotes unity through our cultural diversity while sharing with each other the spirit of aloha. 美しい緑の庭園に囲まれたテラスにはビュッフェスタイルのランチが用意され、リラックスした雰囲気の中でゲストが食事を楽しみます。最後に参加団体の代表者へ州知事からフレンドシップ感謝状が贈られ、第22回ホノルルフェスティバルが幕を開けました。